はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン村です。今日はですね、究極テクニカルバトル剛腕の紳士青の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー降臨シーザー、サラバダですね。蘇生怒りの5連撃、上助ですね。上助先導スキルゲージ回復、特殊の方ですね、完全生物をつけてます。そしてタラスケですね、メインアタック官タラスケ、魂覚悟大将と、ハイコンをつけてます。瀕死セットにハイコンをつけています。そして控えには喧嘩と愛をつけてるチャカを入れています。テンドにはムラリオを迎えてます。では参ります。まだね、コウタロウが、スロー感してないのでね、どうなるかちょっとわからないですけども、やっていこうと思います。さあ、瀕死セットがどこまで私の瀕死セットが通用するか楽しみです。では行きます。もうほとんど CS です。で横貫です。横貫すぐできるか、大丈夫でした。これで倒し切りましたね。はい、次に投影ですね。ここは一応ですね、あ、そうだ、いきなりチャリがねやってきましたね。死亡ですここは一応ですね、余裕を持っていきたいところですね。まあ、まずはまあね、瀕死状態なんで死ぬことはないので安心していきますね。ではですね、すぐに CS でやっていきましょう。はい、気を取り直してやっていきましょう。まずはすぐ連打、大丈夫でした。ここで縦貫ですね、縦貫をしていきましょう。はい、倒せました。はい、すぐ連打、よし、これで OK。さあ、次が問題ですね。はい、自爆しました。巻き込まれましたね。そしてここでウンドゥール10ヒットコンボカウンターですね。ここ反射があるので、ちょうど前に回復薬があるので、回復薬、2つ取れるかな。取れたら成功。よし、 OK、 クリアできました。ギリギリ倒すことができました。もうちょっと回復剤がね取れたら良かったですけどね。結果オーライということで、
ギャンブルでした。あんまりギャンブルはしたくないですけどね、それを感じたら、通用するっていう感じですね。プラス2でも覚醒2でもねいけると思います。本当ギリギリだった、まずは障害物をなくしていきましょう。ターンスキップして次に、連打ですね。連打連打、はい、ここはもう無理せずにこのまま行っちゃいましょう。即死ダメージだとは思うんですが、まあ、ちょっと逃げるように CS を打っちゃいましょう。ジョウスケが変な風に巻き込まれた。アウト。はい、気を取り直していきましょう。では余計なことせずにもう即スマーな感じで CS です。斜めに、よし、これでどうだ。ギリギリ範囲は出てるか。うん、OK ですね。いやー、よかった。ここクリアできるかどうかでだいぶ変わってきますからね。さあ、最終ラウンドにやってまいりました。もしかしたらこれはシーザー使わなくてもいいかもしれないっていう感じになっちゃってですね。では、シーザーバフなしではダメだということが判明しましたので、シーザーバフを使っていきます。あとは怒りの5連撃がうまく発動してくれるかですね。どうだ、 OK。 いやー、よかった。5連撃は発動してくれました。よかった。ビビタルダメージですね。さあ行きましょう。これで横感ができてるのね、一番いいんですが、するまでもなかった。すごいな、シーザーバフ。ここは無駄利用が餌食ですね。でも回復して、もう即死まで OK ですね。即死です。あとはもう何が来ても大丈夫っていう感じですかね。いやー、まだまだ私のでは素では無理でしたね。シーザーバフないと無理でした。はい、いろいろありましたが、クリアができました。はい、ありがとうございました。はい、クリアです。最後までね、動画見ていただきて誠にありがとうございます。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。